優れたクラフトマンのことを匠と呼ぶんですよ。でその匠が匠の技を駆使して作ったものとして日本刀っていうものがあるんですよね。刀をね、侍が持ったらこれは使える道具かどうか分かるんですよね。ドライバーとして車にも高い要求を求めています。